はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日も防具で楽しんでおります。今日右上にあるのはインスタコンポーザー。一時とっても私も研究しました。このソフトウェアは人工知能を使って上から5つのパートでとっても効率よく楽曲のフレーズを提案してくれます。一つ一つに特徴があって、一番上はメロディー、そして次はリズムセクション、3番目はベース系、そして4番目はコード感、5番目はコードの白玉。これがこのように自動で作られるわけですね。そして今先頭で鳴らしましたように、今はここを見ていただいたらわかるんですが、インの方がインスタコンポーザーからインポートしまして、ミディのチャンネルは3チャンネルのベースのトラックからこれを弾いていたわけです。ではこれを2番目、これにしてみましょう。このトラックですね。このトラックの音がボーグに入ってきて、そしてボーグが演奏するというルーティングになっています。じゃあ聞いてみましょう。このようになるわけです。これでボーグのスタイルを切り替えてみましょう。このようになりまして、そしてインスタコンポーザーはここでゴーを押します。一度全部のフレーズを切り替えてみましょう。オールにしましてゴーを押します。そうするとこのようになりました。今のトラック2で、これをどのようになったか、試してみましょう。ビジネスを上げてみます。バリエーションを変えます。スタイルを変えます。低音をもうちょっと上げます。今度はメロディーのトラックでやってみましょう。メロディーちょっとお休みしてるところがあるので、これをもう少し流暢に流れるメロディーにしてみましょう。1番をここで選択しておきます。こんなのいいですね。チャンネルを1に変更します。じゃあやってみましょう。はい、こんな風になりました。どんどん変えていきます。今度は防具を変えてみます。まだまだ変えていきます。
またインスタコンポーザーを変えます。和音の方が面白いので、今度はトラックを変えます。はい、どうでしょうか。もうバリエーションの神様と言ってもいいぐらいですね。素晴らしいですね。ですからこれをうまく多用すれば、今までのピアノソフトとは全く違うということが、よく理解していただけると思っています。皆さんもいろんなMIDIを発生させるためのソフトウェア、インスタコンポーザーもありますし、オーブプロデューサー、そしてスケーラー2、こういうものをうまく使えば、無限に広がるボーグのフレーズになっていくと思います。またそれを他の楽器で演奏する。それも素晴らしいと思います。他の楽器での演奏の仕方、それらは他の動画でも解説していますので、私たちの YouTube チャンネルでボーグを検索していただくと出てきます。それでは今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。まったねー。